はい、はい、今日はね、はい、七五三兼お宮参りの日でございます。そうです、両方主役。もう本当に10月生まれでちょうどね1ヶ月がその七五三の時期とさかぶってたから、うん、本当にコロナもあるし、そんなになんか何回も何回もそういう風にやるのもあれだし、1回にまとめるというのがね最善ということで、めんどくさいからとかじゃないんですよ。そうですよ、一回最善です。これ今の時代を生きる中でも一番の選択を取った。しかも衣装とかも1回にまとめれてね、1回にまとめれて最善。そう、人を派遣してここに呼んで今スタイリストさんがやってくれてるの、それも1回で済む。そう、最善。しかもね、写真の方もこれ神社ではやらないんですけど、そうなんですよね、別件でやるので、うん、ちょっとね、それもファンタスティックなやつをねできるということで、はい、撮っていただくということで、今日は福丸のお宮参りとホンスの七五三を一緒にやるということで、これから明治神宮にお参りに行きますということでね、ホンスさんの着替えがなんと、はい、終わりました。完了しました。終わりました。見ないでください、まだ。じゃあ目つぶっとる、目つぶってるはい、福丸さんがベビードレス着終わりました。あら、お似合いですね。いいじゃん、似合ってるよ。じゃあさ、これお兄ちゃんが今から超かっこいい小物を着て登場してくれるみたいなの。だからリアクションしてね。ね、こちらにじゃあ登場するんでじゃあ目つぶってください。目つぶってよ。ポンさん、着替え終わりましたか？それでは、かっこいい袴を着たポンスくんに登場していただきましょう。どうぞ。うわー、かっこいい。こっちで、あんちゃんはねずこ。あ、見て見て、ここに。かっこいいやん。かっこいい。イエーイ。じゃあ紹介してください。紹介して。どんな感じの袴を着たんですか？これ何色ですか？青。青と下は袴の黄色です。そして下には、おこの足袋と、なんだっけ、下駄？いいねー、ブズ。かっこいい。で、次、あーちゃん、ねずこ。あーちゃんはまだ着ないんだ。ねー、これ、ほら、もう鳥の脱げちゃった。脱げちゃった、またすごい、いいね、かっこいいいや、でもあれね、もうやっぱ耐久力が心配だよね。いや、ほんとだね。こっからもうすぐ神社に行って、そう、ポンスがやってならないうちに行って、もう普通の靴も履かして、そう、で、福丸は今日祝い着って言って、こういうやつでこうやって行くわけなんですよ、うん、いいっすねほら、うーくんもかっこいいんだから。おうーくんかっこいい。いや、私ただのスーツ好きなんですよ、うーくんの。うん、これはあんまり、うーくんの普通がめっちゃ好きですはい、ということで、じゃあ出発しましょう、はい、出発します。はい、明治神宮に着きました。着きました。お神社に着きました。ちょっとね、着物にも寿命があるので。そうですね、もうすぐにここの大鳥居で写真撮ろうと思います寒いか。着物に寿命があるという、死ぬからな、着物よし、行くぞ。真ん中じゃなくて、ちょっとちょっとこのままちょっと斜めに滑った昨日。お、いいねいいね。ちょっとね、行こう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 。お、いいね。誰もいないんだ、見せしこう。あー、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。亀山のおじさん、ちょっと笑った方、今笑ってるじゃん、さっき笑ってなかったね。七五三を倒すの？七五三を倒す？七五三っていうのは倒すものではないぞ。今の七五三の時に現れる写真は。ふらっと現れた写真のおじさんがね、そんなんじゃなってないって。一応カメラで仕事してるうちらなんだけどね、ダメ出しが入りました。じゃあもう参拝に行きましょう。奥に近づか進みましょう。よし、行くぞ。今ここの橋でさ、また七五三番写真のおじさんに引っかかりましたね。うん、あの人ね、めちゃくちゃ言ってくる割にね、私より下手なんよいや、だよね。
え、だよね。ちょっともっと近づいて、もっと角度こっちにして、うん、みたいな、うん、結構言ってくるんですよ。あ、シッ、頭切れちゃったって言ってたからね。頭切れたんか。携帯のなんか写真、 iPhone で写真撮ったことないみたいな。ちょっと写真載せますけどね、うん、こんな感じなんですよ。はい、いや、あーちゃんのがうまいよね。大変だよね、3歳でこんなかっこいい着物、うん、かっこいいけどね、ちょっと危ないよね、つっかえちゃうね。頑張れ。じゃあポンス君もらったね、七五三。これはチトセアメという長い飴です。噛んで食べたらダメだよ。よし、開けてみて。うわー、3つも入ってんじゃん。イエーイ。食べよう。今日一テンション上がんない。見てもらっていいですか。ねえ、結局食いもんかい。じゃあ食べよう。イエーイ。はい、ありがとう。あ、くれるの。食べよう。あと、ちなみにもう一つ、こちら七五三記念メダルですね。はい、これをね、贈呈しようと思うんですが、どうですか。もうすいません、すいません。いいよ、もう千歳飴食べたいの。はい、じゃあ俺が贈呈される。イエーイ。こうやって、うわ、出た。はい、ここ持って食べて。どうぞ、ペロン。いいな。じゃ俺も食べていいですか。ね、ママも。ママ、これパパと一緒に食べる。うん、いいな。うまい。甘くです。甘くです。なんかうまいね。美味しいんだよね。チトセ飴って、うん、なんか甘いんだよね。ね、そうなんだよね。甘い、この飴、砂糖って感じの飴だよね。懐かしい、この七五三のこういう紙の袋にこうやってもらうんだよね。嬉しかったな。あーちゃんの七五三は何？五と三？五と七？あ、5と7でやってよ。違う、3と7だよ。3と7だ、間違えた。はい、影が薄い福丸の方にもちょっと注目して あげましょう。福丸はお食い初めのお祝い膳っていうのをね、うん、記念品でいただいて、うんうん、あとお札もかっこいいお札をいただいて、福丸も大きく育ちますようにってね、お願いしたからね。全然起きません、おりこ。今回は俺らは祈願みたいなやつは参加せずで。そうですね、ちょっと人も多かったので、うん、納めだけして自力でお払い。じゃあお参りしに行くよ。パンパン、今ね、お参りしてきたんだけど、ポンス君は何をお願いしたんですか。はい、これ。ん、今チトセアメの話じゃなくて、なんていうお願いをしたのか教えてくれる。うん、全然チトセアメのことしか考えてないか、うん、まあもうあ、カラスだ。本当に子供の健康ですよね。カラスを見ると炭治郎のカラスを思い出すし、ほら、どーい、また決めつこと言ってるでしょ。全部が、全てが結びついてしまう。病気だ。わあ、いいね。そう、三つ目だ。そう、綺麗に出るよ。もう一枚。サイズもう一回目。そう、あ、いいじゃん。あ、いいよ。そう。あ、いいね。こっち向いて。そう、あ、いいね。そう、いいよ。そう、そう、しばらく表情つける。そう。む。そう。しばらく目線ちょうだい。サイズ目線ちょうだい。目線カメラのまま、目線は、そう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 、目線のずっとカメラ、そういいよ、そういいよ、そう、きれい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 よ。おお、見たことない、このあーちゃんは。いいぞ。そうそうそう、いいよ。もっと怖いっすよ。こっち向いて、そう、いいよ、わあ、いいね。そう、
ちょっと顔落ちてみて。そう。うわー、めっちゃいい。で、後ろライト気をつけてね。めちゃめちゃ熱いから。めちゃくちゃ綺麗。その仕事へ。じゃあ一回肩の話でいくか。もういいよ。